はい、毎度クソシバです。今日はね、西成に来てます。マルフク、ここね、すっごいうまい豚足があるらしいんですよ。豚足しても200円ぐらいで、めちゃめちゃ安いんで、ちょっと1000円でね、ビール飲んでちょっと気持ちよくなりたいと思います。はい、ということでね、店内の方はね、立ち飲みスタイルの屋台スタイルみたいな感じでございます。まずはね、ビールをいただいてからね、そして念願のこちら豚足、これが200円、むっちゃむっちゃ安い。さすがせんべろ。しかもこの豚足すっごいね、プリップリなんすよ。で、食べるとね、もうね、すっごい味が染みてて、ほんまに食感がないぐらいプリップリなんですよ。で、豚足ってね、なんか臭みがあるんですけど、全く臭みがなくてすごい美味しかったです。で、こちら牛すじ煮込み、これ確かね100円ぐらいやったんですけど、100円でこれですよ。このボリューム、まさにこのせんべろ西成、素晴らしい。あとビールもね、大瓶で確かね400円ぐらいで、これ2人で行ったんですけど、もうね、これだけ食べて出たらほんまに800円かちょっとぐらいだったんで、すっごいお得っすね。もう何より僕はね、今日ね、豚足のうまみというものをね、初めて知りました。このね、ほんで骨からね、すぐね、身がトロトロすぎてトロって取れるんですよ。もうほんま最高です。この牛すじ煮込みもね、むちゃむちゃ煮込まれてます。もう西成だけあってね、もう1000年ぐらい前から煮込んでるかもしれないですけど、まあ、そこはね、もう旨味ということなんですよ。で、中もね、すっごい活気がある感じでね、なんかね、お客さんと店員さんがもう一体化してるみたいな、もはやもう接客じゃなくて、もう友達みたいな感じになっておりました。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。いや、1000円でほんまボリュームむちゃむちゃあった。あの豚足ね、むちゃむちゃね、味が染みてて、しかもなんか全然臭くないんですよ。僕昔豚足食った時って臭かったんですけどね、全然臭くなくてプルンプルンいけて、コラーゲンたっぷりで、多分僕の顔もね、明日大きくなると思います、潤って。はい、ということでごちそうさまでした。